侍ジャパン栗山英樹監督が到着されました。お願いします。こんばんは。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ご無沙汰しております。いや本当に改めておめでとうございます。はい、ありがとうございます。いやもうまだ丸1日ぐらいじゃないですか、あの瞬間から。今もう正直一言で言うと、なんですか、興奮冷めやらぬのか疲れたなのか、何ですか一言で言うと。信じられない感じですね。まだ。じゃあまだその中に、はい、興奮してますね。あ、そうですか。はい、昨日のあの試合の後、一人でお家に帰られてから泣いたりされました。お家っていうかホテルの部屋。まだ全然帰ってないんですけど、部屋帰ってバタバタで、飛行機乗ってる時に全然寝れなくて、まだ興奮してて、はい、で反省しましたね。もっとやりがなったのかなとか、まあそういう感じです。何、勝ち切ったんですけど、はい、もうちょっとうまくやれることなかったかなっていうのは振り返ってましたね。飛行機の中反省ですかっていうか、野球難しい、まあ、スポーツ難しいんで、勝ったからいいってことじゃなかったんでね。いやいや、あれ以上の脚本台本書けないっていうので、日米みんな言ってます。あ、ありがとうございます。まだやることがあった。いや、もうちょっとね、はい、活躍できる選手たちいたんでね、ちょっと背中押してあげられなかったなっていう感じですけど、ちょっとそのあたりもじっくり伺いたいと思います。はい、まずはお座りください。はい、すいません、お疲れのところ、はい、立っていただいてしまって、じゃあ選手のことについて聞いていきたいと思うんですけども、はい、まず MVP になった大谷翔平選手ですけれども、まあ、今大会先発を2度経て、で決勝で抑えでも、まあ、見事な投球されたんですけど、あれいつの時点で決められたんですか、9回大谷選手が行くっていうのは。イメージは ものすごく前から出ましたね。はい、去年メジャーの選手たちに会いに行っている8月もその前からあったんですかね。監督就任したぐらいから、その最後どういう終わり方するのかって、ダルビッシュ投手なのかって、まあ、いろんなことあるじゃないですか、はい、でずっと考えていて、ある程度メンバーが固まって、でやっぱりアメリカに勝つので、はい、ダルビッシュ投手と大谷翔平投手を2回じゃなくて3回投げられないかなっていうのはすごくイメージにあって、そのための形をあのスケジュールでどう組むかっていうのは考えてましたけど、はい、最終的に彼らの体のこともあるので、うん、投げられる時に最終確認できたのはあの決勝戦の試合の前なんで。試合前ですか。前です。特にダルビッシュ投手はその決勝戦球場行ってから行けますと言ってくれたんで、はい、嬉しかったですけど。大谷選手からは直接監督に行けますっていうのがあった。どういう会話をされたんですか。ですね、準決勝の2日前か3日前にアメリカ行って練習日があったんですよ、うん、大学で。でその時にちょっといろいろ話してる中で、ちょっと話したそうな雰囲気だったんで話してたら、うんうん、そういう時も、まあ、ちょっと2人の関係も行くとかそういう感じじゃないですよ、もう空気なんですね、うん、あ、なるほど、じゃあ行けるかなみたいな、あとは体の状態だけですねみたいな話をしてたんで、その感じになったらもう行ける感じなんですね。あ、はい、でどっちかっていうと行ってねっていうと、いやいやっていうアマゾンジャック系の選手なので、一切言わなかったです。決勝戦のことはもう2回ねみたいな雰囲気出してたら、多分彼は絶対勝ちたいんで投げますと言ってくれると信じてたんですけど、そんな感じです。アマノジャク系なんですか。それはちょっとなんかイメージが、テレビで見てる分には。あ、そっちです。あ、そっちです。じゃあそのあたりもうまいコミュニケーション取らないと乗せられないっていうところがあったのかね。やっぱ彼のこう形みたいのは、彼やっぱ二刀流も含めて持ってるんですね、うん、その形が自分でこうやりたいことをやりきれないことが一番多分ストレスになるようなタイプの選手なんで、そこはわがままではなくて彼を生かすというふうなことは考えてやってますけど、うん、はい。で優勝して世界一になって、どんな言葉を交わしましたか。全く言葉交わしてないですね。あんなシャンパンファイトとかね、いろいろありましたね。急に来てガーとか一回やってるのと、はい、で帰る、アメリカに帰る前に監督してきて、写真撮りましょうってガって写真撮って、そのまま帰ってですね。なんだろう、そのなんか男兄弟というか、おえ父ってこうみたいな感じですけどね。そこはちょっとね、そういうね、甘ったるい会話は一切ないです、常連か。なるほど。まあ、でも18歳の頃から、まあ、ある意味二刀流として育てて、それはアメリカに18歳の後行きたいという夢を覆させて栗山監督が育ててきた。その時の日本ハムにいた時の大谷選手と今回の大谷選手、野球もそうですけど、その他の面でもどんなところが成長したなって感じましたか。まずは 僕育ててないですから、育つのを手伝っただけなんですけど、
今回ねすごく思ったのが一つあって、やっぱりこのスケジュールで3回登板させる、それも試合中にブルペン行って作って最後に上がるって、まあ、結構プレッシャーかかるじゃないですか。でそういう時に体のことを心配したんですよ、まあ、いきなり行って腕振れるので肘壊すんじゃないかとかって、そういう心配が今回は彼の練習とか動きを見ていて、そこは本当に成長したです。体が強くなってるというか、そこはかなりやっぱり本人も意識してやってきたんだなっていう、あんなに怖かったのにファイターズ時代、それがかなり消えてきましたね。だから本当にこう鉄人系になってるなっていう。なるほど、はい、そして我々今日聞きたいのは、どうやったらそんなに選手を信じられるのかということで、この後伺っていきたいと思います。そしてラグビー日本元日本代表選手と、広瀬さんと我々が聞きたいね、はい、ことはあるんですよね。いや、まあ、こう信じるっていう信頼関係すごく印象的でしたけど、はい、とはいえいろいろあると思うんですよね、はい、そこの心底を本当に信じてるって思わせるその力とか、そんな考えに至ったのは何でなのかなって、まあ、聞きたいなと思いまして。僕は現役時代に僕らみたいにこう上手くない選手はこう、まあまあどうお前分かんないけどやってみみたいな空気で出されるのと、さあ頼むぞ、ここお前しかいねえんだって出されるのが、やっぱり自分が違っていたので、うん、僕がその立場になったらそれだけはちゃんとやんなきゃっていうふうに、まあ、思っただけなんですけども、うん、ただ監督、その信じるということと、やっぱこれ負けちゃいけない、勝たなきゃいけないっていうことありますよね。メキシコ戦の時の村上選手、まあ、ずっとチャンス打てませんでした。で選手として信じるのは分かるんですけど、状態の悪さってあるじゃないですか。それでも村上選手を送った、そこってどういうお気持ちなんですか。まあ、あれだけのバッターがどこできっかけをつかんで打ち出すかっていうのはちょっと分からないところはあるんですね。で1本出れば一気にいける可能性が出てきてるとは思ってたので、であんだけのバッターが最後まで打たないことは絶対ないと僕は信じてた。そこはどっかでは必ず打ち出すと、それがどこなのかはちょっと僕も分からなかったんですね。ただあの時はその胸を信じるということが一つ、それから例えば代打でバント行く誰かを生かしても、その前源田選手がバントなかなかできなくてスリーバントになるんですけど、この空気感で代打でバント行ったらそれも難しいっていうのもあって、その確率を求めてるわけですよね、だったら行くぞ胸っていう、もうそこの中でストンと落ちたんで、回したっていう感じだったんですけど、村上選手にはコーチ経由で言葉を伝えたということですけど、選手はバントの準備を誰かがしてるとかって空気感分かるので、でそれを消さなきゃいけないんで、もう一回コーチに胸行くけどもう一回回したって言ってくれってあえて言ってもらったんですけど、はい、で打った後っていうのは村上選手と話されました。何か話してないですね。いい結果の時はあんまり話さないんですけど、ただ次の日あれで打っても僕は4番に戻さなかったんですね、で今日宗と話しましたけど、別れる時に、やっぱり僕は日本の4番打たせてあげたかった、僕も打ってほしかったですけど、やっぱり彼がもっと大きくなるために宿題を残したまま次に進んだ方がいいというふうに僕は最終日思ったので、決勝の時、実は最後は4番村上で行きたかったです僕、最終戦は。でも彼のために勝ちやすいためにそっちの方がいいっていうふうに最後は判断したんで、そこは最終確認を今日はしました。宿題あった方がいいよねって頼むなっていうことを言いましたけど、監督のその信頼ってすごいと思うんですけども、監督であるがゆえに非常にならなきゃいけない部分もあって、孤独だってよく聞くんですけど、栗山監督はどうでしたか、この1ヶ月。まあ、今回も最後選手試合が終わって言ったのは謝りました。要するに使ってあげられるところで全員使ってあげられなかったので、これは勘弁してくれと思う、ただそれが非常さは大事なんですけれども、それを考えてる、これはチームのために生かすためって決めたんだから俺はやるって決めてるんですけど、心がわさ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 、俺って嫌なやつだなみたいなこと思うわけじゃないですか、でもそういう意味ではすごく孤独ではありますね。それを帰りの飛行機の中で考えておられたんです、ね、はい、いや、こういうふうな役割分担したけど、 もっと違う使い方してたらどうなってたのかなとか、それはすごく思いますね。そうすると次の WBC もやりたくなるじゃないですか。それはどうなんですか。それは全然別問題ですね。だってシャンパンファイトの後もユニフォームこれ最後の日だっておっしゃって、え全部脱いじゃうのっていう、まあ、広瀬さんなんかもそうだと思いますけど、スポーツやってる人間は本当にそう覚悟を持って今日終わってもいいと思って毎日過ごしているので、監督って契約なんで、それを以上やろうなんていうのはおこがましいので、それで終わると思っていつも決めてやってるので、このユニフォームが今回で終わりで、まあ、次のユニフォームもう一回言われたらあるかもしれない。それは僕がもし必要としてもところがあるならば、
ここから恩返しなんで、もちろん可能性はありますけど、まずはここで終わりと思ってやってきたんで、終わりは終わりです。じゃあこの後何するのかなど後ほど伺いたいと思います。さあ今日は侍ジャパンの栗山監督をお越しいただきましたが、明日から全く何の肩書きもない人になるっておっしゃってましたけど、はい、何しましょう。例えば、はい、昆虫博士とか。本気ですか。いやいや、結構北海道住んでるんですけど、はい、幼虫こうあれふやかしじゃないですね、成長させてカブトムシやクワガタにしたりっていうのはやってます。です。侍の監督の後、クワガタの博士いいですね。子供たちのために栗山町にね、はい、皆さんもそれは喜ばれると思いますけど、あともう一つ、今日の会見では子供たちへのメッセージをおっしゃってましたけれども、これもう今日選手がいらしてくださったんですけど、栗山さんも信頼されてるっていうことが力になったとおっしゃってたんですけど、信頼部下からされてないなと感じてる大人へのメッセージをぜひゼロでお願いします。ちょっと偉そうですけど、はい、僕監督室の黒板にずっとできる人はやるなって書いてたんですよ。要するにいろんなことを言ってやらせるとか、いろんな立場の人がいますよね。でもそれはまず自分の姿でやらなきゃいけないことを知らせなきゃいけないんで、うん、そのことだけ意識していくと、なんかみんな、ああこうした方がいいのかなっていうふうに人は思うのかなと思ってやってました。金言です。全国の上司の皆さん、聞いていただきましたでしょうか。今日もゼロにお付き合いいただきありがとうございました。